地理行列とは1964年にブライアン・ベリーが提唱した地理学の概念である。数学における行列の概念を元にしたもので、行に属性、列に地域をとり、各行と各列の交点に当該地域の地理的事象が表示される。これにより全地域の全属性を行列として表示することができる。ベリーは 地理学の方法論が自然地理学と人文地理学、系統地理学と地史学のように二言論化していることを問題視し、単一のシステムにまとめるべきと考えていた。そのためには地域と地理的事象での多面的な関係性を示すシステム概念が必要であり、地理行列の考案につながった。今日は属性列は地域。 各項と各列の交点は当該地域の地理的事象。行に着目した場合は、系統地理学的なアプローチ。列に着目した場合は、地思学的なアプローチとなる。ベリーは地理行列を用いて、地理学の研究アプローチを以下の5種類に分類した。単一の行ベクトルに着目し、属性の地域差を横断的に考察する。単一の列ベクトルに着目し、 特定地域における属性の変動を縦断的に考察する。複数の行ベクトルに着目し、属性の地域差を比較考察する。複数の列ベクトルに着目し、各地域での属性の地域差を比較考察する。地理行列の部分行列に着目し、特定の地域と属性の関係性を考察する。すなわち地理行列において行ベクトルに着目した場合は、 系統地理学的な研究アプローチ、列ベクトルに着目した場合は、地史学的な研究アプローチと考えることができる。さらに、現在の地理行列と過去の地理行列を作成した上で、以上の5種類のアプローチをそれぞれ用いて、現在と過去の変化の考察も行うこともできるとした。これらの5種類の考察は、歴史地理学的なアプローチと言える。 最終的にベリーは地理学のアプローチは合計10アプローチでまとめられると説明した。地理行列には属性行列、相互作用行列、相互作用型属性行列の3種類がある。属性行列は行に地域列に属性を表示した地理行列である。相互作用行列では2地域間における属性値が成分として表示される。 通常正方行列である。相互作用行列の具体例として、連結行列、距離行列、奇襲点行列が挙げられる。連結行列は、日転換での連結の有無を例、または1の成分で表示した行列であり、交通網のネットワーク分析で使用される。距離行列は日転換の距離を表示する行列であり、基本的に対象行列である。 奇襲点行列は日展間での流動量を表示する行列であり、旅客や貨物などの流動の表示に使用できる。相互作用型属性行列は、行に地域間、ペア、列に属性を表示した地理行列である。地理行列の作成は地域分析における多変量解析で最初に行われることである。作成した地理行列をもとに主成分分析。 因子分析、クラスター分析などを行うことで糖質地域の区分を行える。また相互作用行列に因子分析、クラスター分析を行うことで機能地域の区分を行える。このほか正純相関分析、重回帰分析、多次元尺度構成法、判別分析、数量化分析などの多変量解析も行われる。地理行列で成分がべて0。 または位置で表せるものをバイナリー型地理行列といい具体例として正規行列や連結行列が挙げられるバイナリー型地理行列は事象の存在の有無に注目する研究で有用である因子分析または主成分分析により正規行列から中心値の階層連結行列から交通ネットワークでの結節点同士の連結の状況を導出できる ただし、そのままでは、因子分析には不向きであるため、分析するときは、分散共分散行列、または、赤和行列を使用することがある。ありがとうございます。